じゃあどっちに、こっちに、俺にこれちょっとね、皆さん同級生です。同級生、もう学生時代からね、はい、大学の時からの日本代表チームでね、いい選手だったね。いやいや、まあ、そんな話は俺の話じゃないんだ。足が速くて肩が強くてね。ちょっと待って、俺の話は全く聞きたくないと思う。いや、そんなことないと思う。いや、だけどね、なぜここにいるかっていうところでしょ、僕がね。まあ確かにね、うん、これ監督室だからね。そうそう、こんなとこ入った人いないんだから、それ友情だから。すごいよね。あとでちょっとゆっくりこうパンスしてちょっと撮らせてもらいたいと思うんだけどまずは、うん、優勝おめでとうございます。おかげさまで。いや、おかげはないけどさ、本当にね、よかったね。よかった、うん、感動した。よかった、よかった、両方だね。いやいや、よかったね。よかった。あのさ、まあ例えば、うん、殿堂入りして監督のオファーがあったじゃない、うん、よく着る気になったよね。これ申し訳ないんだけど、候補さんがいて聞くのもあれなんだけど、俺相当なプレッシャーだったと思うよ。あ、そうね。まあ殿堂入りの方が早かったよね。いや、早かった、うん、まあ、年もちょうど7月に還暦を迎えててね、うん、で話が、まあ面談というか、お会いしたのが9月の半ば、うん、もう後半でしたね、うんうん、まあでも最初は全くそういうのではなくてね、うん、まあジャイアンツのことであろうというところはありましたけれどね、うんうん、まあ、そんな言葉使わなくていい。だオーナーと面談して、まあ、やっぱりオーナーの本気度っていうか、うん、情熱というか、まあ、ジャイアンツに対する情熱、まあ、そういうものはすごかったですね。なんかそういう話になるとすごく真面目に。いやいや、まあそこは一応はね、まあまあそうだね、うん、やっぱり大事な部分だからね、うん、でもその1時間かかったよ。でも決断するのに。いや、1時間ってものすごい早くない？いや、僕の中ではもっと早く返事ができるのかなって、あ、まあ思ってもなかったから、うん、やっぱりその話しながらね、うん、1時間かかったっていうのが僕の中ではすごいことだったね、うん、でも殿堂のパーティーの時に、うん、お父さんの遺言っていうかさ、うんうん、お父さんが残された言葉の中に枕に頭をつけたら何も考えんなって、うんうん、考え、いや、それはね、うん、みんなに披露しながら、うん、自分に言い聞かせてるような、うん、そんな気がしたわけ。まあ自分の中では明日へのエネルギー、うん、心の中での宝物でしたよ、うん、いや、助けられた、うん、寝る時ってね、やっぱりね、考え事するよ。まあね、僕もだって若干44歳ぐらいで1回目の監督をやってるわけで、やっぱ監督っていうのはもうどこも、まあ、守ってくれる人っていうのは自分以外ほとんどないわけだよね。やっぱりいない、うん、孤独。いや、それは孤独ですよ。そういう中でやっぱ考え事とか、あるいはその不安なことだとか、うん、まあ、考え事イコール不安なことですよ、うん、でそういうことが多かった、うん、でもちょうど監督に なるっていうのが決まって、その時に、一つ父が僕に教えてくれたのが、立つ前考え事も多くなるしなって、うん、悩み事も増えるなと、うん、プレイヤーとはちょっと違うぞと、うん、ああそういうことなんだと、うん、もし考え事が、あるならば、あったならば、床に頭をつけて、うん、考え事はするな、うん、意味がよく分かんなくてね、うん、なんで？いや、寝るときには寝るんだ、うん、というね、その一言で、うん、分かった、じゃあそういう日にしようと。で、開幕からもう負けっぱなしだったわけ、うん、3つ4つぐらい負けたのかね、うん、これでやっぱりね、寝れないよね、夜。いや、それは寝れないでしょ。これでね、考え事してるわけ、うん、で、そのことを思い出して、うん、そうだと、父は言ったと。その考え事をもしどうしてもしたいなら、うん、部屋に電気をつける、うん、そして椅子に座る、うん、そこで考え事しろ、うん、で同じようにした、うん、そうするとね、なんて愚かな、考え事をしてたんだろうということに気づくんだね。そう、もうね、ネガティブなことしか考えてなくて、考えることっていうものが考えたところでどうにもならないようなことを考えてる、うん、まあ自分ではね、解決できないようなことを勝手に悩んでるということだよね。
あ、こういうことかと。それで、まあ、くだらないことを考えてるっていうことに気づくわけだね。それで、よし寝ようと。でそれで明日にまた元気になるわけね。でこれでこのやっぱりそれからまあ20年近くねもう経ってますけど、非常にこう役立ってますね。うん、だから僕は寝るときは寝るしかない。寝るときは考え事じゃない。まああのポジティブなことは明日こうなるな、ね、ゴルフ行けるな、まあ、楽しいことだね。そういうことはね、あるけどね。でも今年、まあ、振り返ってみるとね、まあ、構想から大きく外れたのが吉川の一番だったじゃない。もういきなり、いきなり構想崩れたぞと思って、で外国人もちょっと調子が出ないということで、もう計算とは全然違うスタートじゃなかった。ただ、まあ、計算っていうのはある程度、こう青写真っていうかこういうのが完成チームだなと思ってたのが3月4月まで、しかしまさにそういう状態でいくと思ってたことガラーンとも変わるわけよね。だから完成形というものを求めなかった。だからいろんな選手を見る、使う、だから臨機応変に対応してもうまさに。いやだけどその中で6球団あるうちで強いジャイアンツが一番動かしたよね、駒を。いろんなところでいろんな作戦も仕掛け、で春先特に監督の力量を測ってたようなこういう時にはこうするんだなとか、そういう計算の上で戦ってなかった。まあやっぱり監督が動かないとチームは動きませんよ、やっぱり。だから私が動く勇気というものは必要だと思いましたね。でなぜならばまだこのチームは守るものがないから、まあ、ずっとあまり強いいい成績を残してないし、まあ、私自身も3年間とはいえ、もう3年っていうのはね一昔ですよ、まあそうだね、もう選手そのものもね、かなり変わってくるしね。だからもう完成形というものを求めずに、さあどういうチームになるんだろうと思うとね、やっぱり選手を、若い選手を上げて使う、多分試合か選手で使ってない選手はね3人か4人か5人ぐらいしかいないと思う。あとはほとんど使ったと思いますよ。でもそれも勇気がいるよね。あんまりしないんだよね。いやいや、今日座ってんなと思ってたよ。大胆やなって相変わらずって、いや思ってたけど、でもそれもなんかベンチの表情を見ると、失敗しても成功しても表情変わらず笑顔だったね、むしろね、うん、一番最初に、3度目、まあ、1度目、そして、まあ、2度目、そして今回3度目でしょ。風景って変わらないんだけど、心境は変わりますよ。それどう、前の2回と比べてどう変わったの3回目って。まあ、1回目なんかっていうのはもうなんていうんだろうな、おせおせというかね、イケイケというかね、やっぱりその厳しさ、まあ、こっちも若いし、まあ、ミスターからバトンを引き継いだというね、まあ、使命感も、あるいは期待感も強くなってね、まあ、それでも志、まあ、2年で終わったのね、あの時ね。でもその時はさ、やっぱ失敗したりだとかすると帽子をこうあったね、叩きつけたりとかもしてたよね。でもね、その監督は13シーズン目になるんだけどね、今年が。やっぱりそれ時々でね、やっぱ全て自分なのよね。たださっきも言ったように風景、東京ドームであったりジャイアンツのユニオンであったり野球という、風景は変わらないんだけど心境が変わるんですよ。これは面白い、まあ、そういったまあなんていうか3度やらせてもらってる中でね、自分が経験してることでしょうね。でもやっぱあの涙の意味、最後にね、もらい泣きしたよなんだよ、ね、好きだわこれと思って。60過ぎるとちょっと涙腺は緩むね。いやだけどいやあの涙を見て相当なプレッシャーの中で、表情には戦ってる間は出さなかったけど、最後も我慢できなくなったという、
やっぱ相当なプレッシャーの中で戦ってたでしょ。まあその重さというかね、ジャイアンツの監督に復帰した、意味というの責任があるよね。そこはやっぱり強く感じてたんでしょうね。感じてたんでしょうねじゃなくて、泣いてたでしょ。あの涙はやっぱ解放の涙でしょ。もう自然のね、本当に喜びですよ、うん、喜び、何にも代え難い喜びですよ。でもいい涙だったね。そう、もらった思いっきりもらったわ。ちょっとやられちゃったという感じで、そう、うん、いい涙だったと思うし、ね、感動したし、で心境がわかるじゃない。あ、まあ、やっぱ相当 だって取材してもさ、一、うん、回もそういうプレッシャーかかってるとか、だから大丈夫だよって、うん、最後に勝ちゃいいんだろうみたいな、うん、そういうことをこう野戦我慢でもさ、うん、なんか他にはプレッシャーを見せないという、うん、だからチームを動揺しないというか、うん、そう、やっぱりね、監督が動揺してしまうと選手って敏感だからね、うん、で僕は3回目の監督の時に第一声というのは、あ、まあ初心正面、ね、生命みたいな形の時にはのびのびはつらつと選手たちは戦ってほしい、うん、こんなのは1回目2回目の時に出る言葉じゃないよね、うんうん、しかしやっぱり、さっきも言ったように心境は変わるという点においては本当に素直にそう思ったんですね、うん、それは、まあ、3年間僕がユニフォーム脱いでる時になんか、あ、指導者と選手あるいは教会と何々とかっていうんで、うん、すごく悲しいニュースが多かったね、うん、まあ確かに悲しい、うん、でスポーツの原点っていうのはやっぱりね、伸び伸びとはつらつと、うん、そして、まあ戦うというのがスポーツの原点である、うん、本当にそう思ったんだね。だからやっぱりその姿を私自身が不安であったりとか、うん、そういう姿で、まあ、見せることっていうのは自分が言ってることに対してもノーということを言ってることだと思って、うん、まあ、そこは気をつけたかもしれませんね。いやだから見事に演じ切ったよね。演じた、そうね。いや、やっぱり役者だわ、うん、あ、豊かね、よくなんとなく僕の深層的な心理をね理解してくれるから嬉しいね。あ、そう、たまに、うん、たまに球場に来てね、いろんな話をして、うん、まあ過去であったり現在であったり未来という部分での話をね、うん、してね、なんか、ああ、豊か分かってくれてるなっていうのはね多々ある。あ、そう、うん、それは感謝してる。そう、他の人って分かってるようで分かってないからね、うん、僕は分かってるけど分かってないようにはいはいって演じてたから。いや、だからもう演技者だよね。いやいや演技者で、まあね、よく分かんないけど。で、印象残ってるのがさ、監督がこの前話したけど違うって言ってたけど、いや最後にリクエストして万が一セーフだったら丸につないだって、うんうん、でもその前に、うん、打った手が、うん、まあ、あの時は裏面出たんだよね、中日戦で、うん、その時にもうリクエストはいい、うん、はい、うん、なんかね、それはね、勝負の美学みたいなのを見た、そこでぐたぐた言うなと、次勝ちゃいいんだっていうようなすごくかっこよさを見た、うんうんうん、まあ現実にリクエストではないなというのはありましたね。あれはアウトだっていうもうしょうがないっていうのはありましたね。でもさ、潔悪いやつはさ、うん、いやもうそれでもちょっとリクエスト残ってるからやれみたいな、うん、そうじゃなくて、いや、あそこの手が今日は裏目に出ちゃった、うん、そうね、だからもういいと、今日は今日は俺の負けだ、まあそこまで、そう、俺は理解したんだ、まあ、でもそれはありがたいね。いや違う違う、やっぱ大学時代からの知り合いだし、あ、こそういうところがある、そういうところは潔いとそんな小さいこと言ってんじゃねえよみたいな、そういうところは感じたのよ、あれに。で、あれはね、プロ野球ニュースで見ててみんなに言ったから、そういう男だから、もうあの手で裏面出たらもうスッと引くって、でもしょうがない、もう明日が、明日多分ジャイアンツは勝つよって、まあ、言っといたのよ。もうね、小さい頃から知ってるからねまあでも優勝してクライマックスが待ってるじゃない、うん、これはどういう戦いになるの？まあ短期決戦でね、クライマックス、まあまず勝ち残ってっていうところがね、まあ何が起こるかわからないというね、うん、
確かにアドバンテージはあるわけで、うん、有利不利という点においては完全に有利ですよ、うんまあ確かにね、しかしそれだけにね、うん逆に言うと逆に、逆を向けば、それも真なりだからね逆になるケースがだけど向こうはさもう失うものはないわけじゃない、うんうん、ラッキーで戦えるわけでしょ、うん、こっちはやっぱ守るものが大きいじゃない、うんうん、戦いにくくない、うん、ありますよあるでしょ、うんうんうん、でもねルールだから、うん、そういうルールだし、まあ、やっぱりそうこのルールによってファンの喜びっていうかね、うん、楽しみっていうのは増えたわけですから、うん、それはもうあえて否定はしないですね、うんまあ、それを勝ち残るって、まあ、超えていくっていうことしかないんだけど、うん、しかし、ペナントレースっていうか勝負の世界って厳しいから何が起こるかわからないっていう点でね、うんただね僕は短期決戦では一つピッチャーにおいてもバッターにおいても大事なところはあると思ってるんですよ、うん、短期決戦はね例えばいやこれはね今度日本シリーズ終わったらもう一回やろうそしたら本当に、うん、勝ったらそれ言う負けたらいや負けたら万が一さそれはちょっとまあその時も話しようかねまあそうね、うん、そうじゃないと見てる人が納得しないと思うあの時にこういうふうに言ったのはここなんだっていうね、うん、そうねただまあ私もある程度経験っていうのだけはね、うん少々持ってるわけで、うんまあ、その中で大事な点が1点ずつあるんですよ、うん、でそれは今言ってしまうところあるまあそうそうだね、うん、交互期待ということで、ね、でも監督は続く約束しちゃったなそうラッキーだな